はい、相撲情報室な編集長の竹内でございます。令和3年、中日が終わりました。現時点で、幕内は全勝が大栄翔ただ一人、はい、2敗が、正代、明生、霧馬山、明瀬山というところです。まあ、3敗はね、浅野山、玉鷲、隆の勝、照ノ富士、高安、大野勝、妙義龍、志摩ノ海、翠富士、豊山、逸ノ城、琴ノ若と、まだいますが、まあ初日から8連勝の大栄翔を中心にですね、後半優勝争いが繰り広げられていきますね。これは、まあ、間違いないでしょう。はい、で昨日の時点で大栄翔は、初日から、平幕7連勝三役以上にですね、平幕が7連勝したのは、一場所15日制が、制定された、1949年昭和24年、今からもうだから100年ぐらい前なんかな、違うわ、昭和24年っていうと70年ぐらい前になってくるのか、70年ぐらい前の夏場所以降初らしいです、その平幕が三役を総なめにしたっていうのは。ですごい記録を打ち立てているので、埼玉県っていうのは実は、幕内最高優勝が、今までいなくてですね、埼玉県内でも僕が住んでるところ、ここ川口でも、これ埼玉県なんですけど、まだ川口市はそんなお祭り騒ぎってわけじゃないですけど、朝霞市、大栄翔が出身の朝霞市ではちょっとね、市役所や、いろんなところで盛り上がりを見せているそうです。このまま行くんですかね。でもやっぱ、でもやっぱね、大栄翔も三役終わってますから、後半戦は、要は、今場所は筆頭ですから、下位と、自分より番付が下の、力士と当たることになっていきます。がぜん有利ですよね。どうなっていくんですかね。両横綱不在というふうになってますが、優勝争いは面白い感じになっていくんじゃないですかね。今年も横綱が出たらね、また本場所も閉まるんでしょうけど、こういう今年もこういう感じの年なのみたいなね、初優勝ラッシュというか、群雄割拠になっていくのかなというのを予感させる、そんな初場所でございますが、十両は、全勝が剣翔、2敗が英乃海、大翔丸、宇良と、十両は、ですから木瀬部屋と、追手風部屋の、力士が優勝争いを演じていくような、形になりますね。で大栄翔も、ね、追手風部屋ですから、そう考えると、追手風部屋すごいなというふうになっていくんじゃないですかね。なんか置いて風部屋ブームが来そうな、そんな感じもしますが、はい、まあ今日は、そんな感じです。はい、でいろいろ、まあ500人登録者達成者ということで、プレゼント企画も、抽選方法とか、いろいろちょっと今考えてまして、本場所後ぐらいに、場所休み中にね、やろうかなと思ってます。はい。まあ、明日以降もね、更新できるように頑張りますんで。あと、火曜日に、文化放送の国丸ジャパンに出演する予定になってるんですが、この新型コロナウイルスの、感染拡大防止の観点から、リモートでの出演になります。どう、多分ズームを使うとか言ってたから、まあだからスタジオにはいないんだけど行かないっていうような感じですね。まあ自宅からの方が移動もないのでリスクもねないから、そっちの方がいいかなと思いまして、文化放送側からも、スタジオに来られるか、リモートをされるか、2択
ちょっと選んでいただいていいですかみたいなのを言われて、ただ文化放送としてはリモート出演の方を、推奨していますみたいな案内だったんで、じゃあまあそれはもう、まあこういうご時世なんでということでね、僕もリモートで出演させていただくことになりました。おそらくお昼12時台、初っ端からがの、ゲスト出演になるかなと思いますんで、まあ多分明日ねの取り組みを見た段階でどんな内容にするのかディレクターといろいろ話をして、喋っていきたいと思います。はい、じゃあまあ今日この辺で、失礼したいと思います。それでは皆さんさようなら。